どうも、岐阜の伊丹木垣です。今回はショーン生放送を動画化したんごよ。本当の姿答え行き過ぎ。てるてる、おお、てるてるで恋人。これはどうするんだ。あ、さっきの部屋に恋人入れてみた。どうしよう。釣られても勝ち？釣られても勝ち？これ。アンナか。アンナか。釣られたら負け？どっちなの？どっちなのそれ。結局どっちなの？恋優先の負け。釣られたら勝ち？ソフィアタン。カミングアウト。わ、ソフィアタン。はあはあ、入れて感動。その他はその他優先？ワイのフィアンセ、ワイのフィアンセと来月結婚するわ。来月結婚するわ。あ、初日占いなし。あ、あ、設定忘れてた。結婚式来て、初日占いなしにしとった。うん、ショーン大好き。マリアンタ、すまん、ワイにはフィアンセがおるんや。どうするの？え、つらい。いや、利心を切っていい。ま、ワード。探しながら、行こう。もたもたする。かわいいな、もたもたって。もたもたなんて初めて聞いたぞ。もたもたなんて初めて聞いた。人狼ジャッジって初めて聞いた。メアリーよろしくね。もたもたって言葉よく使う？頑張ります。ショーン付き？おお、ロディがワード言ってるな。ワード言ってるやん。好きやって。うん、そう、まさか。ロディータン。ロディータンつるんご。せやな、素敵でひらがな使ったらめたいな。うん、それな。もたもたすんな。もたもたってメアリーが言った。うん、アンナ釣られたら負け。延長希望、延長希望、延長希望。でも、ワイは市民やね。
ロデオ堂々とすごいね、爆笑。趣味なら好きなんて言わないでほしいね。え？ごめん、フィアンセと結婚できるから嬉しくて、つい。もともとワードワークさん。ショーン。唐突すぎて。チュあれ、テレテレしてるじゃなかった。好きってワードがたまたま、でも正義ってワードをかぶったけどな。正義ってワードは、ワードはこないだかぶったけどな。かぶったけどな。うん。それやったショーンがあったらやばす。正義、そうそうそう。下ネタは正義って。下ネタは正義だってやつ。そう。うん。わらわら。ショーン出てるかしら。うん。ワイは最強の市民。やべえ。テルかテルテルを演じた狼か。ロディめっちゃ真面目やな。簡単なのかも。メアリーの怪しいが怪しいか。でもメアリー占い師やろ。でもメアリーいたん占い師やで。占い師やで。うん。1分前。もうこれフレディ釣りでよくね。フレディ釣りでよくね。フレディでやった。フレディ釣りです。30秒前。フレディの犠牲。ちょっと待って、アンナワードじゃねえか。アンナテルテルやん。うん。10秒前。ワイが最強の狼やで。俺っつって。そうなんだ。俺。30秒前。もうアンナ完全にやばいで、アンナ釣られるぐらいなら俺釣ってほしい。アンナ釣るぐらいなら俺釣ってくれ。アンナ釣るぐらいなら俺釣って。10秒前。俺釣りの遅い。ワイヤで。そう。フレディかい。あんな完全に饒舌だ。犠牲は無理だわ。もう犠牲は言えるわけない。俺に一票も入ってないですよ。あんだけ言ったのに。告発するか。アンナと恋人だから俺連れって。それでいいな。それで勝てるな。てるてる坊主の告発や。深夜4分。あ、納豆ありがとう。マジか。
話し合い。おはよう、おはよう。カミングアウト。釣りの遊び。釣りの遊び。釣りの遊び。行ってもいい。絶対メアリー占っとるろ。やった。わーい。ちなみにワイとアンナ恋人やで、一石二鳥や、一石二鳥や。いやいやいや、ちょっと待って待って待って、俺を、俺っつって、柿さん好き、ありがとう、麦チョコ。俺釣れば解決や。あれかな、ソフィアタンは、ソフィアタンは実は浮気相手。アンナ頑張っとるな。ねえ、ショーンすんな。怖ー。ごめんね。ロディ疑いす、疑いすぎや。疑いすぎや。釣りの遊び。シグラの先輩、アンナスロー。待て待て待て、だから違うって。だからアンナと恋人やで、恋人やで、やめなさい。アンナ釣らないで、こんばんは。翔太は私を、ソフィアタン。アンナ釣るなら、アンナ釣るなら俺釣れよ、俺釣れよ。だから俺、アンナと恋人やで。アンナと恋人やで。恋人やで。するなって。延長希望。延長希望。延長希望。アンナ、メアリータン、メアタンハート。
ロディに入れよ。ごめんね。フレディが黒だったら負ける。さあどうなるんだ、どうなるんだ。いやいや、ロディめっちゃ村目屋で、これで上手だったら強いぞ。惜しかった。さあそしてどうなったかやな。うわー、危ねえ。てかロディ2票入っとる。あれかな、アンナが入れたんかな。シーやね、オフケ。あー、やっぱそうだよね、うん、村だよね、そりゃそうだ。誰かな、俺ソフィアじゃねえかと思った気がするんやけど、どうだろう。ワード探すか。まあ、ロディめっちゃ村目あったしな。ロディ強そうだったから、だったから噛まれるよね。結婚式マリアンヌしろ。じゃあソフィアじゃね。へぇ、ありがとう。ソフィアか、ソフィアかバニラ。絶望。待って、マリアンヌしろ、アンナクロやな。ということはバニラか、バニラかソフィアやな。バニラかソフィアか。ワード見てみるか。ソフィアになんかあった気がするんやけどな。誘導よ、誘導。誘導ワードじゃないこれ。俺昨日思ったんやけど、これ誘導ワード。あー、でも初日何にもないな。初日何にもないな、でも。あ、これや。バニラ怖いワードやな。バニラ怖いと、やば！やばと怖いだわ。バニラだ、これ。やばと怖いワードやろ、これ。バニラやな。絶対そうやろ。やばっとこう、怖だろ。怖い。カミングアウト。だろ、ワード。なんでや。あなたが狼よ。バニラ狼やな、もう完全に。なんで嘘つかなあかんねん。ワード全然わからん。ここで強靭しようはね。ソフィア狼、バニラ狂人。いや違うだろう、バニラ普通に。まあでも誰が狂人やった話やわな、そしたら。待って、どうなんだ、誰が狂人なんや。
誰が気持ちになったんやん。じゃあおらんくね、超人生きてるっぽくね。ソフィアか。マリアンヌが狂人かもな、うん、マリアンヌ、もうなん、わからんくなってきたな、これ。マリアンヌが狂人の可能性ある。犠牲なんて言えないよね、うん、私はバニアに入れるしかない。票を荒らせるために出る。マリアンヌ狂人、票合わせんのかな。バニラ、バニラメアリーに入れるとかって言わんと。一応マリアンヌ喋らんの。マリアンヌ狂人かな。うん、ほらマリアンヌがちょっと錯乱させようとしとる。バニラではないのかなって。いやー、これマリアンヌ狂人っぽいな。マリアンヌ狂人かな。うん、マリアンヌ狂人だろ。マリアンヌ狂人じゃね。違うかな。うん、あるよね。30秒前。てか票合わせないの。ちょっと待って、バニラ一応言っといた方がいいぞ。誰か、誰に入れるのか。メアリーに入れるとかって言っといた方がいいんじゃないか。深読みした村もある。10秒前。あ、ほら言っとるじゃん。やっぱマリアンヌ狂人やろ。うん、そうそう、メアリー行けって言っといた方がいいぞ。バニラ、もっともっとちゃんと言っとかんと。もっとちゃんと言った方がいいって。メアリーに投票するぜって。うん、カリウド。何？どうすんのこれ。アドバイス。カリウドはなくね？カリウドなの？カリウドなの？本当に？本当にカリウドなの？え？じゃあ狂人誰？狂人誰？違うし、え？え？え、誰？わ、全然わからなかった。なにこれ？え、すげえ、全然わからん。バニラ本当に狂人なんよ。あ、ソフィアや。あ、ソフィア黒やったんや。そうかそうかそうか、そうだよね、そうだよね、バニラ狂人なのソフィアだわ。そうや。え、すげえこれ、全然わからんかった。うまい。俺わかった、俺わかった、俺わかった。浮気者は許さないって言われてる。
ショーン・テルテル恋人で、マリアンヌ、本当に狩人なんよ。で、ソフィアが饒舌で、バニラ教授、メアリー占い師、トーマス・霊能、フレディ・市民、ロディ・市民で、アンナが饒舌で恋人。あ、誘導やっぱそうやったんや。誘導やっぱそうやったんやに。ほら、誘導怪しいって言っとったじゃん。犠牲と歳。オッケー、誘導ですが、あ、これは簡単だわ。誘導は怪しかった。うん。誘導が怪しかった。けど、他自然。すげえ。いや、めちゃくちゃすごかったな、これ。しょうも許さない。ソフィアさん。誘導以外わからんかったな、これ。バニラがな、バニラがうまい具合に怪しかったやさな、強靭なのに。強靭なのになんか、自然に饒舌っぽい感じ出しとったな、バニラ。持ってかなって入れたかった。ひどいわ。ごめんね。テンパってするとこじゃなかった。うん。オーカイツってめっちゃ怒ってる。マジか。ちょ、アンナさんごめんな。アンナごめんな。ごめんな。もう。もう犠牲行った瞬間裏切ろうと思ったで。饒舌部屋嫌いで入ったことなくて分からなかった。犠牲はちょっとさすがに言えないよね。誘導怪しいと思ったんやけどな、俺。そう。誘導は怪しいと思ったけどな。思ったけど、他のワードが簡単すぎた。簡単すぎて、わかんなかった。すごかったよね。初日楽勝すぎた。そう、バニラの方がワード目についたんだよな。怒っとるの見るか。浮気者は許さん。何言ってんだ。オケっていうワードあるんやな。あ、ショーンの浮気のおかげで絶言えたんか。なるほど。ショーンの浮気のおかげでずつ言えた。なん、どうやって言ったんやろ。ありがとうございました。ありがとうございました。絶望か。絶望でずつ言ったんや。めちゃくちゃ自然やな。うまかったな。絶対とかそういうのかと思ったけど。ソフィアに利用されたな。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。明日の動画もぜひ見てください。そしたらありがとうございました。